天栗御門の変以来、薩摩と長州、天狗の中で、その両藩をなんとか仲直りさせて倒幕へ向かわせようとしたのが長岡慎太郎、坂本龍馬の二人。この二人の御努力、圧政によりまして、その大偉業を成し得た龍馬はその2日後にここ寺田へ帰ってまいります。この2階の梅の間で2人が祝杯を挙げていたところ、伏見奉行所の取り方に囲まれまして包囲された。この異変にいち早く気がついたのがお龍さん。お龍さんはその時入浴中して裸同然の姿でこの裏階段を駆け上がり、龍馬に急を知らせます。龍馬は高杉晋作からもらった上海土産のピストルで、そして三好新造は得意の槍で応戦いたします。大勢の取り方相手に大乱闘になる。11月15日を迎えます。場所は四条河原町で上がったところの土佐藩お抱えの所有所大宮の2階。薩長同盟、そして大政奉還を成し得た立役者である坂本龍馬は高岡慎太郎と共に何者かに襲われた。龍馬は利権をやられて即死。龍馬は岸君も33歳の誕生日です。1年後が明治維新の日。2人の英雄は日本の夜明けを見ることなくその短い生涯を終えたというわけですね。ここ寺田屋というところは幕末から明治維新にかけて熱い志で持って駆け抜けた勤王の志士たちの舞台であったということを申し上げて終わりとしたいと思います。